はい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 、このジュース、ジュース今日のね飲み物ということで、今日はですね乳酸菌の白い炭酸水っていうのをまあ初めて見たんでね買ってきたんですよ。あ、今シュッとしたちょっとだけシュッとしたね。でまあヨーグルト味の、まあ、炭酸水なんですよ、うん、でこれね、うん、これね甘いのかなと思って買ったんですよ、はい、正直全く甘くないっていう、あのなんかね甘くないね、非常にね飲んで残念だったの、うん、なんていうの、良さそうなんだけどね、なんていうんだろう、あの絶対これと作れると思う、これあの炭酸水普通のあるでしょ、うん、その炭酸水でヨーグルトを食べた後のカップを洗うとこれになるよ、うん、確かに色もそうだしね、うん、これそうだそうだ、これそうだよ、そうやって無駄な部分なくしていきましょう的なジュースなのもしかそれで作ったんじゃねえだろうな、これそれ勘弁する、え、何それはい、緑茶あとレイディオですね、はい、やっぱりネイティブに発言していただかないと、ね、そうネイティブレイディオ、ね、レイディオです、ね、はい、ということで、はい、今回も始まりましたけどね、はい、緑茶さんがですね、あの無事生還ということ、そうだね、東京からね、はい、まあ仕事でこの間行ってきたんですけども、はい、いやーまあ雨降ったり蒸し暑いし大変でしたね、あーそうみたいでしたね、うん、あっちの方はね、でまああのほらこの間のねラジオで、はい、まあ時間あれば渋谷に行ってこようかな的なことを言ってたんですけども、まあこれ幸いと言いますかね、はい、まあ予定がね1時間ずれまして、あ、はいはいはい、後ろにね、はい、ということでね渋谷に行く時間があった、あ、なるほどなるほど、ということができたんで行ってきたんですね、はい、でもちろん渋谷のねスクランブル交差点も行ってきましたし、あ、はいはいはい、うん、でまあそこからね地下ダンジョンの方に、あーもうね、あの前回のテーマがもう渋谷ですからいや夏のね風物詩なんだけどもう夏は夏の風物詩渋谷、渋谷なんで渋谷になったの、あ、ほらナンパの話でねそうそうそう、ナンパの話になったのにもう、はいはい、あのキャッチ多かったあーはいはい、はい、ということで、ね、まあでまあほら前回予告したようにね、はい、まあその渋谷の駅に行ったら、なるほど、渋谷の地下ダンジョンの東急線の東横線の渋谷駅の発車メロディーがドラクエの序曲になってるって話を聞いて行ってみようかなって的なことをね言ってたわけですよ。そうですね、撮ってきましたよ。おじゃあ早速見てもらっていいですか、はいはいはい、まあ聞いてもらっていいですか、はい、じゃあちょっとこれ私初見ですもんね、そう初見なんでね、あのすぐ始まりますので、はい、じゃあ皆さんにもね見てみよう、あ、皆さんにもね聞いてもらいますんでね、はいはい、はい、じゃあ行きますよ、さあ今読み込んでおります、読み込んでますね、読み込んでます ね、読み込んでますよ、読み込んで、時間がすごいかかってます、時間かかってるねなんでこんな時間かかってるの、止まっちまったよ、どうして YouTube YouTube、 本当はね iPod で撮ったんですよ、あ、来た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 、 YouTube 来ましたよ、来ましたよ、重いさっき来ましたね、おおおおすごい、いや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 、あれなんかなんかすごい中途半端で終わりましたほら、あくまで発車メロディーだから何秒間っていう縛りがあるわけ、だってさ、デンデデン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 って思ったよね、思ったよね、いやちょっとそこからそこからそこからが盛り上がるんだけども、デンデンデンってこう、言ってしまったよちょっとあちょっとあちょっと杉山浩一のメロディーちょっとね残念な感じだったはい、言ってしまいました、あで、はい、これを撮るためにね、はい、まあ、1時間いたわけですよこの場所にね、はいはいはい、でまあほら今すごい中途半端に短かったじゃん、はいはいはい、だから
まあ、まさかそれだけじゃねえだろうと思って、うん、1時間粘ったのね。はい、あ、はいはいはい。全部あれでした。本当？うん。全部あの長さ。いやー、ちょっと適当すぎるでしょ。ちょっと、JR なんとかしなさいよって話でさ。東急。あ、東急。東急。東急なんとかしろよ。ちょっとさ、ちょっと残念な感じ。もっと頑張ろうよ。もっとやり終わるよねっていうさ。これ、あ、これで多分 JR とかだったら多分全最後まで流す。全部流す。あのね、確かね、最長7秒間っていうね、縛りがあったはず。ああ、そうなのね。うん、いや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 、だったら、うん、あの、なんだろう、もうちょっと違う感じのさ。うん、でもさ、あの、俺はいいなと思ったのは、うん、原曲なのさ。ああ、原曲ですよね。ほら、あの、発車メロディってさ、なんかあの、すごい音階っていうか、はいはいはい、あの、すごい単純化されてんじゃん。ああ、はい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 。いろんな曲があったとしてもさ、あのアーティストの曲があったとしても、うん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 、やっぱアレンジしたんでしょ、はいはいはい、原曲だから。原曲ですね、うん、あのよくある杉山浩一、うん、あのコンサートで流れる原曲の、うんうん、そう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 、オーケストラバージョンの原曲だろ。まあでもまあこれはあのドラクエファンだったらいい感じの、うん、そうそうそう、まあやっぱりね、何が撮ってる人いました、うん、やっぱりね人気ですから、タイトル的にも、うん、そう。で、これ9月のいつまでだったかな、まあ9月までの、はい、とりあえず限定。なるほど。らしいんで、これはもう皆さんこう渋谷のダンジョンでチェケラそうとかね。そうで、もうこのやっぱりダンジョンだったね。あー、やっぱりあのね、まずそのまずスクランブル交差点には行ったんだけども、はいはい、そっからね、まああの八甲前を通って、はい、で、あの地下に行かなくちゃいけないわけですよ。なるほどなるほど、うん、で地下に行くのいいんだけども、はい、その地下の入り口がまず分かんない。いや、まあ工事してて、うんうん、あの昔のイメージとやっぱり違うくなってるわけですよ。通路とか。なるほどですね。やっぱり新たなダンジョンになってるわけ。ああ、はいはいはい、はい、うん、あのトルネコの冒険みたいな感じで行くたんびにあのダンジョンの入り口とか構成が変わってる感じなの。うん、なるほどね、うん、なるほどね。そうだから行ってみたら、あれで、まあ一応ほら東横線の、はい、乗り口こっちだって一応看板出てるのね。あ、はいはい、じゃあ、あーって言ったら、なんか全然外に出てしまってさ、あれ俺地下に行くつもりだったのに、なんで外に出たんだろうなみたいな感じだったの。はい、うん、でもまあ、それでまあなんとかたどり着いて、これでっていう。そう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 。はい。小1時間頑張って撮ってましたね。頑張って、緑瀬さん頑張ってきましたということですね。うん、はい、の成果がね。そうです。私今気づいたんですけど、うん、多分、なんですけど、2人とも自己紹介してないはずです。あ、そうだ。もう知ってんじゃねえの、みんなも。今一応ね、はい、うん、ごめんなさい、ここまで聞いていただいた方にはもしかないですけどもね、横からちゃちゃいでっていう担当のアップルチャット。はい、メインパーソナリティの緑茶でございます。はい、いうことで、今回もですね、この緑茶とレディオですね、はい、始まりましたけども、テーマは、はい、まあ、さっき渋谷ずっと流れてきますけども、うん、ね、まあ、緑茶さんがこういうふうな大冒険してきたっていう。ね、まあね、まあ旅行っていうことでね。そうですね、旅行をね、やっぱりこう夏休みシーズン到来してきますんで。うん、ここは青春18切符とか。そうだね、もう安く旅をする方法っていうのはちょっとね、安く、うん、リーズナブルに、ね、リーズナブル行ってみたいなっていうのをちょっとご紹介したいなと、はい、もう旅行のプロっていうかね、うん、あ、それはもう俺はそれはね、自信持ってプロって言っていいと思う。はい。だんだんうさぎ下がってるから。そうそう、だんだんこの街をうさぎ下がってくるからさ。なんだプロが毎回私このプロですから、なんか出てくるから。変なプロいっぱい出てくからね。まあまあ、とりあえずですね、はいはい、その、まあ、旅行をテーマにしてっていう。そうだね、まあ、旅行、旅、ね、はい、うん、それをやっていきたいと思うんですけども、はい、まあ、あの、まあ、さっきも言ったように、まあ、旅行ね、まあ、今、ほら、新幹線使ってね、うん、あの北海道新幹線もできたし、函館行ったりとか、うん、ね、まあ、そういう旅も一つの方法だし、はいはい、仙台空港もね、できます。ね、あの、ね、民営化されて、ありますよね、いろいろこう、いいサービスがね、はいはい、なってきたんだけども、そうですね。まあ、新幹線や飛行機、うん、旅行として使うのはどうかな。ああ。まあ、スピード速いのはいいよ。はい。うん。あの、早くね、目的地に着くってのはいいけども、はいはい、それね、旅行じゃない。ああ。ドヤ顔で言ったよ。今回はドヤ顔で来ましたよ。旅行じゃないってこと。そう、旅行じゃない。旅行はその道中を楽しむ、うん、もちろんね、その観光地とか目的地に行って楽しむっていうのも一つなんだけど、そうですね、そうですね、道中をいかに楽しむかっていうのが一つのポイントなので、そうです、我々があのやっぱりその子供の頃、うん、多分皆さんお聞きの皆さんなんかも、うん、あのそうだと思うんですけども、うん、遠足の
ね、あのこの道中っていうのが、そう、一番楽しいわけですから。そう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 。で、それを経てからのお昼っていうね、うん、そう、その流れっていうのはやっぱり楽しいわけですよ。はい、そうですそうですそうです、うん、だからね、その例えばだよ、はいはい、今から旅行行きますと、はい、例えばニューヨーク行きますと、はいはいはい、飛行機だったら13、4時間かかりますよね。はいはい、うん、でも万が一どこでもドアあって、ふっと行けたら、はいはい、楽しいですかって話なの。ああ、そうね、そうね、楽かもしんないよ、うんうん、楽かもしんないけども、はい、ニューヨークです、うんうんうん、なんか違う気がする。違うでしょ、やっぱ違う気がする。やっぱりまあ、うん、俺たちのね、田舎からだったら、はい、まあまあ、とりあえず新幹線使って、はい、東京行って、はい、東京から成田エクスプレスで、はい、成田行って、はい、そっから飛行機乗って、はい、ニューヨークでしょ。ああ、そうですね、うん、その段取りがあるわけです。その何かしらのこのイベントを通じて、うん、あのそこにたどり着くってい う, そ, う, そ, う, そ, うそのイベントイベントがやっぱり楽しいっていうね、うん、そう、分かります。だからほら、特に我々田舎の人間なんて、ね、都会に行くことなんてまずないわけです。はいはいはい。で、例えばどこでもドアでね、いきなりニューヨーク行きました、はい、いうよりは、うんうん、まず東京にまずアクセスするっていう一つの楽しみがある。そう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 、それはありますね。そっからこの空港に行くって楽しみがある。はいはいはい。で、さらに飛行機に乗るって楽しみがある。はいはいはい。やっぱりね、その一つ一つの工程、過程にね、なるほどね、ね、旅行の一つの楽しみがあるってことで。ああ、もう今日はもう哲学ですからね。哲学、そうですね。旅行のね、旅行の哲学、旅行哲学っていうのを、哲学と美学が入って。そう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 。いやー、もうすごい。この番組すごいね、もう、うん、もうすごいよ、もう皆さんここでコメント、うん、RPO、 RPO、 もうね、あのだいぶ浸透してきてるからね。 Facebook のこれと同じ、いいねと同じだよ。いいねと同じ、 RPO、 いいね、 RPO のさ、うん、マック作ってよ。手に RPO とか割れたら、そうそう、それいいよ、それ作って。マジで、そう、アイコン、あ、わかりました、わかりました、作りますね、RPO マーク、フリーで、フリーで誰も使えるマジで、そう、フリー、あ、著作権フリーということで、あ、なるほど、使っていいですよっていうのを、素晴らしい、緑茶さん、もう、うん、もう太っ腹だね。太っ腹でしょね、うん、俺作るわけじゃないよ。アプリシャーさんに作ってもらわなきゃ。いやいやいや、もうね、他に任せらんね。ひどい。まあまあ、それでね、RPO スタンプ作りますからね、うん、まあ、RPO スタンプ作りましょう、はい、で、その、まあ、旅行ですよ、はい、で、まあ我々だとほら、やっぱりさっき言った東京に行くっていうのはまあ、はい、大きなね、うん、まああの、よくありがちな旅行のパターンなんですよ、はいはいはい、旅行だったり仕事だったりとかね、うん、で、まあ我々の場合だとまあ、まあこの間我々もね、時間なかったから新幹線で行ったわけですよ、はいはい、まあ快適ですよ、早いし、うん、快適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 、うん、でもやっぱりね、コストがやっぱかかりますね、うん、あれはね、まあそれはね、時間を買うという意味ではね、そうですね、まあ、時間をその分のコストがかかるのは、ね、それはね、仕方ないっていうか当然だと思うんです。なんだけども、まあ時間のある人、はい、うん、あとはまあどうしてもお金がないと、はい、でも東京行かないという、はい、いう方はバスを使っていただきます。ああ、来ました。高速バス、高速バス、ここテロップ出したいもん、デテンって感じで、高速バス、うん、ピキーンとか言って出したいもんね。そうだね、ラジオですからね、ラジオ、そう、ラジオだから、ね、ラジオですから、そういう編集しませんよ、しませんよ、はい、してるかもしれないよね。はいはい、そう、はい、まあそういうことでね、はい、まあ、高速バスを使うわけですよ、はい、うん、で、高速バスの魅力っていうのはまあもちろん安さ、安さありますね、うん、で、ただやっぱり5時間半かかる、はい、ここから東京まで、うん、私もやっぱり高速バス、ね、そうですね、緑茶さんの影響で高速バス行ったんですけど、うんうん、やっぱりかかるよね、かかる、やっぱ5時間かかりますね、うん、5時間はかかるんだけども、はい、じゃあその5時間をね、はい、ただぼーっとして過ごすのかって話なんですよ、うん、それが一番ね、ポイントのところじゃないかな、うん、そう、もったいないでしょ、5時間も、うん、ただ座ってるって言うんじゃないですか、ちょっともったいない、だから、まあまあ一般人の人は、はい、まあ大体音楽聴きながら寝ちゃうと思うんです、うん、そうですね、そうですね、うん、もったいない、もったいない、楽しみ方もっといっぱいありますよ、もっとあります、うん、あ、景色を見る、景色を見るそう、だって車窓に流れるさ、景色っていうのはちゃんとね、目に焼き付けるっていうのはすごい大切なことですよ。だって普段見ない景色を見るわけです。だって私、だって頭の中に思い浮かんだのが、うん、あの夜行バスだもん。だって浮かんでしまってるもん。ダメじゃん。いや、夜行バスをさ、使ったらさ、俺は昼間のバスを今想定してるからね。だってさ、
発車しますってあるでしょ、うん、で、ご乗車の皆様どの頃って始まって、うん、本日ありがとうございますから来て、うん、それではこちらこれから長い旅が始まりますので、うん、ショートさせていただきます、うん、ペッとゲリオペッと、まあ、夜行バスはもう夜行バス使う人は寝てください迷惑なんで周りとっとと寝てくださいせっかく夜行バス想定してたのに夜行バスは、ね、寝で寝でっていうおとなしく寝でスマホを使ってで、ね、もう周りの人光、まあ、カーテンあればいいけどもカーテンないパターンだと、ね、周りの人は 光って邪魔だから、ね、寝てくださいとっとと なるほどあとねご飯食べたりしてコンビニ袋パサ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 って落とすのは邪魔だからあーなるほど、ねうん、とと寝てくださいわかりました、はい、夜行バスで楽しみ方ないですひどいあれはだって本当にただ移動するだけでも寝てる間に移動するっていう、はい、それが一つの売りなんで、うん、しかもそんな安くないしあ確かに夜行バスってさ、うんうんうん、昼例えば仙台からね、うん、東京っていうのはだいたい3000円から4000円台なんですよそうですね、うん、昼間はね、はいはい、で夜行バスの後8000円台なんだよはいはいはい、はいうんやっぱりそのね、リクライニングするために乗る 人数が少ないからどうしても単価が高くなるってもあるし、はい、そうなってくると新幹線って片道12000なんですよ、はいはい、仙台からだったらそうすると3000円差しかない、うんうんうん、その3000円差を時間で買うかそれとも夜間の移動として使うかっていう、ね、あとはもうバスの種類によってその値段がもちろんね、いろいろ違いありますけどね、うん、まあ一応その正規のね、はいはいはいうん、なん定期バス、定期の夜行バスの価格が大体8000円くらいですね。8000円くらいですね。しますからね。だからまあ夜行バスの場合は寝てください。とってもいまあまあまあ、そうそう、うん、夜行バスは置いといて。まあ、俺今ね、想定してるのは昼間。昼間。昼間の、昼間の、はい、バスの場合です、ねはい、その楽しみ方っていうのをね、はい、ああ言ってる。まあ、まずね、車窓を楽しんで。車窓を楽しむ、はい、うん。これはもうね、まあ、定番。はい。うんまあそれくらいしかないんだけど基本的にはねまあ道中はねでもほらバスの会社ねにはよってはモニターがついてで、ね、そういうゲームができたり音を聞けたり、はい、映画を見れたりっていうのがあるわけですよ、ね、私よくやりますね、うん、でそういうのを使ったりねそれで私よく、うん、夜行バスで行くんですけども、うん、夜行バスで行って闇金牛島くんとか、うん、とか見たりとか寝てくださいはーいはーいって感じになっちゃうじゃないですか外を寝てください夜行バスは早く寝ろって話ですほんと迷惑だから周り、はいはい、そうです ですね、そういうことですからあでもそうだったね夜行バス隣にいなかったもん人あそうあやっぱり人は少ないですね、うん、その分やっぱ割高になっちゃう、ね、まあそれはなんだ大体、うん、ほら独立のシートでしょうん独立シートでも本当になんか隣にまあやっぱり座席になんかあるんですよ膝掛けみたいな、うん、そうねえ私行くのがやっぱり10月とか9月とか、うん、あと夏はまだ暑いか11月とか12月とか、うん、そういうふうなやっぱり下半期が結構多いんですけど、うん、やっぱり寒くなってくるとブランケットが必要ブランケットとかあって、うんまあ、隣にあるんだけど、うん、誰も座らないので、うん、それをもう一個使って、うん、そのニースに横なって寝てるっつって、うん、やったりとかねっしてるんですよあの今ですけどね、うん、まあ夜行バスはね、はいうん、そんな感じで過ごしていただければなと、うん、思うんだけども、はい、まあ昼間ね、はい、昼間のバスは、まあ休憩があるわけですよ。うんうんうん、休憩必要。大体ね、3回あるはずなんですよ。そうですね。仙台、東京。一応、夜行にも3回くらいあるはずですね。うん、でも降りられないでしょ。2回、3回、うん、いや、降りられる。あ、そう、うん。トイレ休憩って感じで。ね、俺、昔ね、はい、大阪から仙台ってバス乗ったの。うん。12時間くらいかかったもん。はいはい。休憩なし。マジでそれどうなの？まあ休憩なしって言ったらあれなんだけども、一回京都かなんかでのパーキングで、うん、休憩ね、はいはい、休憩ありますよ。はい、で、あと仙台その後ね仙台着くまで、はい、乗務員の休憩と、うん、その点検とかでね泊まっことあるけども、お客さんは降りんなって言われる。休憩なしって言われる。そうなんだ。そう。それ地獄じゃないですか。そうだ地獄だよ。トイレはほらついてるから。あ、トイレ付きなんだ、うん、そう、トイレ付きなの長距離、まあそういったねでもほら、コーヒー飲みたいとか一服したいとかあるじゃないですか、うん、せっかくそこに一服する場所があるのにとか、うん、ダメ寝てろって話寝てろってそう
ひどいな、それは、うん、ちょっと手抜きですね、それ。でもほら、やっぱり、せっかく寝てんのにさ、周りあるだけでさ、まあまあまあ、確かにそうですね。寝れないからっていう、多分そういう配慮だと思う。はいはいはい。だから、基本的には、その夜行バス乗る人は、乗る前に食べ物だったり飲み物っていうのは、用意しておきなさいと。そうです、そうです。あと、そういった夜行バスって、無料のコーヒーとかついてないですから、はいはいはい、飲み物は。ああ、なるほど、なるほど。うん、まあそういうものを利用してくださいってことです。そうですね、うん、バスによっては全然違いますからね。そう、グレードとかサービス内容っていうのはもちろん値段とか、うん、バス会社とかそういうのによって全然違うから。なんだっけかな、なんか前になんかなんたらギャラクシーとかなんかそういうのがあって、うんうん、すごいの、あのもう2列、あ、2列ね、斜めになって、そうそうそう、だから変なコックピット見てくださいね。そうそうそう、あれ高いよ、あれ、あれが確か新幹線と大して変わらないくらいの値段すんだよ、あれ。あれがね、キャンペーン価格とかで7800円とかなんですよ、うん、普通が、うん。で、夜行なんかで行くと、まあやっぱり8000超える感じですかね、うん、やっぱり本当にもうすごい感じの、うん、もうビジネスクラスとかそういう感じの、うん、高いよ、あれ、うん、高いですね。 でもすごいね、快適だとは思う。快適は快適、うん、うん、プライバシーも守られてるし、だって座っとくのもあのほら床屋さんのさ、うん、そうそう、もうフル、まあフルまではいかないけどフラットのね、だってリクライニングシートので床屋さんのやつの思いきや、うん、あのなんつうのモニターの方がうん、こういうふうになんかね、うん、持ってこれるとかいう感じで、うん、あとアイマスクがちゃんとついてガチャンとつけたりとか、そうそうそう、うん、え、ここはどこのエヴァンゲリオンみたいな感じだったからさ、とっとと寝てくださいって話夜行バスはね、ですね、まあ、昼間のバスですよ、はい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 、昼間のバスはその休憩の時にね、うん、まあ、まあ仙台発だったらまず最初は国見によるわけですよ、はいはい、国見サービスエリアによる、うんうん、で宮城と福島の県境です、はいはい、そこでね、はい、宮城と福島両方のお土産が売ってます、ね、あ、はいはい、であとそこでのソフトクリームだった、あ、いいっすね、まあ、そういうのいっぱい食べるわけです、いいっすね、そういった楽しみ、はいはい、で大体2カ所目は、はい、那須高原で、あ、那須高原ですね、栃木県です、はいはい、そうすると、そうですね、あの乳製品だったり、あ、はいはい、いいっすね、うん、チーズだったり、あ、いいっすね、そういうのがいっぱい売ってるわけですよ、はい、で最後は、はい、大体大体そうだな、羽生パーキングエリアかなんかが、ね、はい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 、はい、うん、その辺のあたりでね、こう、はい、泊まるわけですよ、はい、でそういうふうにまあ泊まっていくわけなんで、えその土地土地のグルメだったり、うん、あ、いいですね、特産品をチェックする、そう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 、うん、それやっぱり楽しみを、そうですね、大体休憩も30分くらいですからね、結構長いんじゃないですかね、大体20から30、まああとは交通状況によってね、うん、そうそう、どうしても10分くらいとか、あ、あるかもしれない、うん、大体まあ平均して20分くらいかな、そうですね、うん、だからまあその間にねちょっと食堂でラーメン食べるとかっていうのもありだし、いや、ありですね、ありですね、うん、まあ、基本的にはトイレに行っていただくので、はいはいはい、まあそういう楽しみ、はい、各地のパーキングエリアでのグルメなるほどを楽しむっていうのも ね屋台とか出てるから、はいはいはい、串焼きだったり、ああ美味しいですね、うん、串焼きね、もう高いけどね、高いです、高いけど、うん、まあそれなりに美味しいから、うん、うん、だからそういったものをもっと一つの旅の楽しみ、まあそこのまあなんつうんですかね、まあ単純にそこのパーキングのまあご当地価格みたいな感じになってるけど、しょうがないけど、でもまあそれ払ってもいいくらいの美味しさを必ず提供してくれるんで、うん、これはいいですよ。そうだって新幹線乗っててさ、はい、その炭火焼きのさ牛タンとかってさ焼いたやつ食えないよね、ないから、ね、ないからでしょ、うん、それはやっぱりバス旅行での楽しみ、それはあるかもしれない、うん、だってあのこれはもう本当ちょっとあのまたちょっと夜行に戻してもらうんですけども、うん、はい、あの揚げてくれるんですよ。何を？へ、そういう出店、あ、夜？夜でも、2時でも、3時でも揚げてくれる。あ、そうなの？で、どうぞってこうやってくれて、うん、バスに乗るとバシャッと閉める。あ、そうなの？なってくれるんですよ、今。すごいね。まあ、俺が乗ったのはもう十何年前の話だから、あれなんだけども、はい、もう、すごいですよ。やっぱりあの、そんなサービスないですよ。観光客をやっぱり意識してるんだよね。あ、まあ、そうかもしれない。ね、まあ、ほら、夜行バスっての増えだから、うん、さっきまで電気消えてたのにいきなりパッとついて、さくらんぼソフトどうでしょうかとか、イカの串焼きどうでしょうかとか、いい、ね、そんな感じで今やってますね、うん、あ、これはもうぜひ皆さん旅行行かないといけないと思う、うん、というグラフですけど、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと私ね、話をね、はしょってしまいましたちょっと、じゃあまた戻します、はい、じゃあ、はい、どうぞもうね、で、結局そのパーキングの話をしてあげるはいはいはい、まあ、あともう一つの、ね、楽しみ方っていうのは、はいはい、乗ってる人を観察する、乗ってる人を観察する、うん、あー、はい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 、5時間もあるな、はい、もちろんほとんど寝てる人が多いんだけども、はいはい、
構仲間同士で乗ってるとかね。ああ、そういうなんか景色的な雰囲気的な感じの、そうそうそう、居酒屋であっち盛り上がってるこっち盛り上がってるって、うん、そうそうそう、どんな盛り上がり方してるのかなっていう感覚が見るっていうね。そうそう、だからまあ大体ほとんど寝てるからそんな面白い人ってのはまあいないんだけども、はい、俺の場合は面白い人当たるんだね、うん、なるほどね。もうね、いろいろなパターンがあったね。はいはいはい、うん、あくまで人をまじまじと感想じゃなくて、その光景が目に入るみたいな。そうそうそう、だから例えば、まあ、こうバスこう走ってるでしょ、はい、でまあ、壁、あ、窓際に座ってるでしょ、はい、まあ、こうやって景色見てるわけじゃないですか、はい、話し声が聞こえてくるわけだよね。はいはいはい、その学生でみんなでワイワイ楽しく、うん、昼間のバスだから、はい、まあ、別に喋ってもないでしょ、はいはい、いいわけじゃないですか。でワイワイ楽しくやったりとか、うんうん、あと友達同士でね、旅行に来たりとか、まあそういう人たちがいるわけです。うん、そうですね。そういう人たちの会話どうしても聞こえてくるわけ。聞こえてきます、聞こえてきます。うん、はい、俺あんまり音楽聴かないから、うん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 、そうするとね、面白いことがね発生するんだよね。面白いこと発生するんだ。うん、面白い会話がね、はいはい、どうしてそういうことになっちゃうのみたいなことがね、だんだん発生 してくるパターンが多いわけ。まあ多分稀だと思うんですけどね。うん、まあね、あの多分これから緑茶さんが話すケースってかなり稀なケースだと思うんで、うん、超レアケースだと思うんだけども、俺なぜか遭遇するわけ、そういうことに。ではもうこの遭遇するレアケースっていうのをちょっと緑茶さんに発表していただきましょう。はい、どうぞ。まあね、まあ緑茶的にはね、はい、うん、一番面白かったのは、はい、まあ仙台から東京行く時ですよ、はい、でまあ4列のね、はい、あのバスだったんで、4列のバス、まあ、安い、はい、まあ、昼間のバスです、はいはい、で俺まあ前から2列目の席に座ってた。前から2列目の席、はいはい、はい、ってことはもう1列前にいるわけですよね、人が、うん、で4人いて、そこは大学生のグループだったわけ。はいはいはい、で俺の前に女の子2人、はい、で右の方に女の子1人と男の人1人、はいはいはい、うん、あ、これはね、このあんちゃんやりやがったなっていうね。ああ、うん、これはもう一人でウハウハ状態ですなみたいな。なるほどね。やっぱりね、テンション上がってるんですよ。上がってますね、うん、でね、いいとこ見せようとしてるわけですよ。ああ、なるほど、うん、はい、俺はね、もうなんかすごい頭いいよ的なね、俺に全て任しとけみたいな感じで、はいはい、ちょっとキザな感じなんですよ。ああ、なるほど。で、まあ旅も終盤になって、はい、まああの、東北道から、うん、首都高に入ったわけですよ。はははうん、首都高に入りました、はい、でまあ大体その当時っていうのは池袋によって新宿だったの。まあ俺新宿駅に行ったから、うん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 、で首都高でバーッとこう入っ乗ってね、はいはいはい、首都高に入ってバーッてこう、はい、荒川沿いを走っていく、うん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 、荒川沿いバーッと走っていくわけです、はい、そしたら女の子の一人が、はい、その川を見て、うん、わあここすごい、利根川すごいとかって言い始めたの。はい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 、ちょっと待って、はいはい、お前利根川ってどこにあるか知ってんのかと俺は思いながらね、すごい突っ込みたかったんだけども、うん、まあそこはね、うん、まあまあまあ今時のね女子大生だからしゃあないから、勘違いもあるよね、うん、うん、はい、ね、それはあるよね、思い違いなんかあんまよくある話ですから。そうそう、さっき看板に思いっきり荒川って書いてあったけども見てないっていうことだからね。まあ最初はしょうがない、しょうがない、思い違いです、まあ、そう今時のね、はい、あるかな。で女の子たちは「わっ利根川初めて見た」とか、はいはい、うん、すごい盛り上がってるわけ、うん、そしたら男の人が、はい、いや、やろっ子はね、うん、お前らバカだなとか言い始めた。ちょっとねあのムカつく言い方をし始めた、うん、お前らバカだな、これ若干語尾がさ、うん、バカなやつだって、そうそのパターンのねだってこれ上がるやつね、もう俺何でも知ってんだぞみたいな、はい、すげえ小馬鹿にした感じの言い方を始めたわけ、はいはい、でね、お前らバカだねって言い始めて、はいはい、お前これね利根川じゃねえよって言い始めた、はい、おこうこれは正解出たなと思って、荒川、うん、って出るんだなと、そう、荒川、はいはい、出るなと思った、はい、お前らバカだな、利根川じゃねえよ、玉川だよ、ちょっと待って、玉川どこにあるのか知ってんのか、しかも自信満々で言ったんだぜ。そう、言い方がさ、それが面白くてさ、お前バカだな、利根川じゃねえよ、玉川だよ、その言い方でさ、さすがにね、そのさ大不正解にはさ、俺もさ
耐えきれずにさ、思わず笑ってしまったの。はいはい。そしたら、運転手もダメだったんだね。運転手も真後ろだから。真後ろでそんなさ、珍解答を言い始めたものだから。ブーって言い始めです。なるほどね、それでもさ、女の子たちは、ほら、気づいてないから。ああ、はいはい。うん。トレ川だと思ったのが、間違えてて、あ、これ玉川だったんだと思ってるから、はい、あ、これ玉川だ、すごーいって言い始めてさ。はいはいはい。バカだこいつだとか思ってさ。いやー、しょうがないんですよ。そう。もうね、それがおかしくておかしくて、うんうんうん、で、まあ、もう荒川もの脇を走ってるんで、はいはい、でそいつらはね、どうも池袋で降りるっぽかったの。はあはあはあ、うん、で、池袋が多分もう10、まあ20分もかかんないと思います、うん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 、で、そしたら、はい、まあすごいとかあって、でももう普通だと降りる準備をね、うん、始めようかなって頃に、はい、ポテチをあげ始めるっていうね。すごいね。それはすごいわ。すごいね。それはすごいわ。もうやりたい放題。あれは最高に笑ったね。いやー、着く時間くらい把握しないと、うん、それは。なんだろう、笑ってはいけないバス旅行に乗り出していきな。なるほどね。あれはね、耐えられなかった、俺もさすがに。ああ、すごいですね。うん。まあ、それが一つね、はい。まあ、それはマックスなんだけど、ね、はいはい。まあ、あとはね、しょぼい話なんだけど、ね。うんうんうん、うん。まあ、あとは、あとのしょぼい話は、うん、時間にします。ああ、これは後半後半ですね。後編が前編後編っていう分けます。わかりました。じゃあそうですね。まあそうですね。時間がない。時間的にもそうですね。いい感じの時間となりましたので、ね。まあ大体30分でやっていくから。そうですね。うん、ああ、なるほど。じゃあ次回のテーマも。テーマも。旅行の後編ということでね。いやちょっと時間がなかった。ちょっと時間が残念だ。残念。いや残念。腹立つ、ちょっと言い方が腹立つ、全然残念だと思ってないからね。残念なやつだみたいな感じがするでしょ。といや残念だな。ダメだ、腹立つ。もうみんな不評なことある。もうね、みんなね、そうです、不評だよこれ。ダメです、ダメです。ね、よかったらこのね、高評価、高評価、面白くなくても高評価。そう。もうね、この不評のやつね、このマッカーでしょ、これね、取っ払ってほしい。取っ払ってほしい。ああ、なるほど、ね。もう押し投げしてほしい。うんうん、高評価のみ。なるほど。受け付けております、ね。受け付けて。コメントはもうアルピオと。そう、アルピオで、ね。もらえば。そう。ね。スタンプも用します。その実写さ、そのスタンプさ、うん、ステッカーにしたらいいんじゃない、うん、俺アルピオスタンプ。さっき思った。あのね、ゲーム有名な実況者さんたちにはやっぱりステッカーってやっぱりありますから、うん、いや、これはもう緑茶さんの、ね、RPO スタッフ。じゃあなんかあのチャンネルのさ、あのなんか登録者が何人以上行ったらとか、はいはい、それの記念で作ろうか。あ、いいかもしれない。今何人だっけ。今まだ30何人とかそんなのぐらいなんで、これはみんなにこう拡散してもらって、そうで、そうっすね、まあ、うん、100人ではでもほらすぐ来るから。あ、そう、うん、じゃあ1000、2000、3000、4000、1万、10万、100万。そこまでと大変なものだから。じゃあ、切りがいいところで、はい、だいたい、まあ、500登録者数になったら、うん、まあ、ステッカー作る。作る。で、プレゼント企画。そうだね。まあ、だいたい書き込んでくれた人。書き込んでくれた人にプレゼント企画。プレゼントみたいな。あ、これいいんじゃない、やりますか。やりましょうかね。うん、じゃあ、皆さん、ぜひ拡散していただきたい。拡散してアルビオも拡散ですよ。ということでいいかね。絶対500なんていいかね。いやー、急遽決まりました。これは前編でした。はい、ということでですね、今回の緑茶アットレイディオで、はい、テーマ旅行、前編、前編でしたね、はい、この辺にして、はい、後編はまた次週ですか。そうだ ね, ね、まあ、次回ってことですね。次回、はい、ね、残念残念ということで、はい、はい、ということで、まあ今回の緑茶ラットレディオね、横からチャチャイで、今回もおなじみアップルチャット、はい、メインパーソナリティの緑茶でございました。はい、ということで、また次回後編でお会いしましょう。さよなら。じゃあねー。